韓国人原爆犠牲者遺霊碑理宮が発見された本川橋に沈め当初はその地に混流された韓国人原爆犠牲者遺霊碑は広島県広島市中区中島町の平和記念公園内にある広島原爆の遺霊碑韓国人原爆犠牲者遺霊碑混流委員会により当初はリグーが発見された本川橋の西詰め1 9 7 0年4月10日に建設された 1980年代に現在地に移設された。石踏み柱は亀をかたどった台座状にあり、その上に僧侶が刻まれた冠がある。この構造は死者の霊は亀の背に乗って昇天するという故事に習ったものである。すべての石踏み柱は韓国の名石である。強制労働等で広島において被爆した同胞の異例と、 原爆が二度と起こらないようにするために建設されている。碑文の理念には、日本語に翻訳して、悠久な歴史を通じて、我が漢民族は、他民族のものを貪ろうとしなかったし、他民族を侵略しようとはしませんでした。しかし、五千年の長い民族の歴史を通じて、ここに祀った二万余くらいの霊が受けたような、悲しくも痛ましいことはかつてありませんでした。反民族が、 国のない悲しみを骨の髄まで味わったものが、この太平洋戦争を通してであり、その中でも、頂点を成したのが、原爆投下の悲劇でありましたとの記述がある。ありがとうございます。